ついにこの時が来た。とある大人にならない少年が繰り広げる夢と希望のストーリー、仮面ライダーセイバーデラックスピーターファンタジスタワンダーライドブック紹介します。ガダマス、皆さんこんにちは。今日もあなたのショッカー戦闘員です。仮面ライダー令和第2弾、仮面ライダーセイバー一つ目のアイテムが発売になりましたということで、今日もいつもよりかなり気合を入れて紹介していきます。まずは気合のいい、いきますよ、せーの、イー、響いた、皆さんの心に響いた。ではいきます。今日はこちらにありますデラックスピーターファンタジスタワンダーライドブックを紹介します。見ていきましょう。まずはパッケージから。パッケージ全体的に見るとこんな感じになっております。今回は縦長ですね。プログライズキーの時は横長で、ここにね、この部分が横についていた感じだったんですけれども、今回は縦長です。これね、収納に困るんですよね。箱こっちはこっちで、反対側はこんな風にみたいな感じで片付けると、まあなんとかね片付くんですけれども、いつもねこのピロピロがね結構邪魔ですね。で、まあそんな話はさておき、見ていきましょう。まずはこのピロピロのところ、仮面ライダーセイバードラゴンピーターに変身。そしてここ気になる、これピーターは、これピーターパンですよね。ピーターパンの敵といえばフック船長、これはフック船長の手というかね、この部分ですね。すごいすごい。そしてここデラックスピーターファンタジスタワンダーライドブック、開く、なる、光はしないですね、開く、なる。やっぱりプログライズキーは光ったので、まあ、それは結構好きだったんですけれども、今回は、まあ、あのバットした時にパカンと開くっていうやつですね。はい、こんな感じになっております。で、箱の横ボタンを押すとタイトル名が鳴る。ピーターファンタジスタ、ページを開くとストーリー音が鳴る。とある大人にならない少年が繰り広げる夢と希望のストーリー、うん、やっぱりピーターパンですね。で、こんな感じ、音声確認で使っていきたいと思いますが、まあまだソードライバーがないのでね、なんとも言えません。お、これは横顔ですか。へー、で、セイバーのマークってこれなのかな、ドラゴンピーターのマークなのかな、セイバーのマークなのかな、どうなんでしょうね。で、箱のてっぺんこんな感じになっています。ワンダーライドブックを集めてパワーアップ、そこはこんな感じになっています。では開けていきましょう。新しい仮面ライダーの初めてのアイテム、ドキドキします、緊張します。では開けます、オープン。お、あー入ってますよ。まずは説明書が入っています。それからワンダーライドブックが初めてこの手に、うわ、プチプチに大切に包まれております。あ、ここから音声が出るんですね、すごいすごい。では取り出します、せーの、じゃじゃん、おー、こんな感じなんですね。あ、すごい、これなんだろう、これなんだろう、あ、2回言っちゃった、わー、すごいです。では見ていきましょう。ガダマス、まずもう待ちきれないので一周見ていきましょう。正面こんな感じです、こんなイラストになっております。そして横、後ろ、後で詳しくね場所の名前とか見ていきましょう。これもう一つ横、てっぺんと底ですね。それでは見ていきましょう。まずここにねボタン部分がなっちゃった。あ、ここについてないですね、あのピッて引っ張る絶縁シートがないんだ。ここがねボタンになっています。そしてあれ、ちょっとここにね説明書に、初めて遊ぶときは絶縁シートを引き抜き右図のように表紙ページを開いてくださいって書いてある。絶縁シート入ってなかったんだけど、え、中に入って取れちゃった。でもこの中にも入ってない。絶縁シートやっぱつけるのやめたってなったんですかね。まあ、どうでしょう。ウェブ取説になっているのかな。ということでウェブ取説アクセスしてみたところ、この QR コード、説明書の QR コードを取るとゼロワンドライバーの画面に飛んでしまって、ゼロワンドライバーが出てくるんですけれども、その先そこのページを押してみるとピーターファンタジスタワンダーライドブックのウェブ取説見ることができるようになっております。で、詳しく見ていくと、まず
後ろ、ここやはり電池のところですね。で電池のカバーはこうプチッと穴開けたら取れるようになっております。でここから音が鳴るんですよね。特になんか説明書きがですね詳しくないです。でリードマークというのがここ、これはソードライバーにセットした時飲み込む時に使ったりするのかなと思う感じなんですけれども、リードマークという場所です。でここの下ボタンですね、ここが表紙ページとなっております。では早速遊んでいきましょう。下のボタンを押すとタイトル名が鳴るということなのでやっていきます。ドキドキ、あれ鳴らない、鳴らないですね。謎、どうしてだろう。リセットボタンとかも特になさそうだし、どうしよう。じゃあ次ここ開いてみます。開くとストーリー音が鳴るということです。いきます。ボイスこれですね。はい、でこのねワンダーライドブック開くとこんな感じになっています。こちらの裏側がこんな感じになっています。でここがこんな感じ。これは読めないね、この字ね、何語なんでしょうか。そしてこの絵は一体ということで、ここのページの名前です。ストーリーページという名前になっております。でここに QR コードがあります。そうだね、 QR コードないと思ったらここにありました。でさらにまだページが開くんですけれども、これは手動では開きませんって。多分これ返信の時に開くんでしょうけど、ここのボタンの横にですね2つへこむ場所があります。多分ここを押すと開くと思います。やってみます。だって見たくないですか。やってみましょう。使うのはこの騒動のスタンドね、家にあるものを活用する、この辺とかでやればいいかな。ちょっとここ、開いた。とある大人にならない少年が繰り広げる夢と希望のストーリー。やったやったやった、開きました開きました。こっちを押したら開いたのかな。こっち押さなくてもいいんですね。あとはページは開かないですね。でちゃんとここ開いたらここにきちんと止まるようになっています。なるほどなるほど、返信するときに開くとこんなページが見えるということですね。すごいすごい。それにしてもここの音鳴らないな。絶縁シートも取れてたし、これどういうことだろう。タイトル名鳴らないです。本当はピーターファンタジスタって言うんですけどね。困った。長押し。ダメですね。説明書を見てみると、遊び方1、ボタンを押してタイトル名が鳴りますという風になっています。何が悪いのでしょうか。ならない。ちょっといろいろやってみます。わかりました。なんとなんと。この説明書、こちらの説明書を見るとボタンを押します、タイトル名が鳴りますと書いているんですけれども、ウェブ取説こちら、ボタンを軽く押しますタイトル名が鳴ります。ちょっと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 しっかり書いてほしいですということで、軽く押します。軽くね。はい、これです。ということで改めて続けて音声を聞きください。ということでございました。なんともね、なんともなんともという感じですが、ここのボタンはね普通に押しちゃダメです。軽く押してください。はい、ということで、よかった、これ壊れてたらねどうしようかと思いました。よかったよかった。ということで本日は仮面ライダーセイバーのデラックス
ピーターファンタジスタワンダーライトブック紹介しました。ソードライバー持っていないので、これだけあってもなんかもうムズムズした気持ちになるだけなんですけれども、まあね、あの一番最後のページもね開いて見ることができましたし、まあ良かったかなと思います。何よりも壊れてなくて良かったっていうね。いつも新しいアイテム発売されると、その取り扱いになれるまでがちょっと時間かかるんですよね。大人の頭は硬いですからね。ショッカー戦闘員もっと柔軟になれるように脳トレでもしようかなと思います。でですね、こちらのピーターファンタジスタワンダーライドブックを使って変身したセイバーがこちら。こちらが仮面ライダーセイバードラゴンピーターの見た目ですね。そして裏側にもこのように出ております。でですね、こちらの仮面ライダーセイバードラゴンピーター、これはドラゴンはブレイブドラゴンワンダーライドブック、この赤いやつですね、セイバーとしての右肩にドラゴンがついています。でもう一冊、このピーターファンタジスタワンダーライドブックをセットする、この2冊をセットするとセイバーの左肩にこの鍵がね出て、片方はドラゴン、片方はピーターということで、ドラゴンピーターに変身ということです。これはなんだかビルドを思い出しますね。なるほどなるほど、こういう風にしてホーム、いろんなホームが出てくるということなんですね。ということで、こちらが仮面ライダーセイバードラゴンピーターでした。これからたくさん出てくるホーム、楽しみですね。ではでは、気になった方はこちらおもちゃ売り場にありますので、ぜひぜひ買ってみてください。9月5日までソードライバーにつけるのお預けかと思うと、本当になんかもうね悲しいんですけれども、しっかりゼロワンをまずは応援して、それから楽しんでいきたいと思います。ではでは、本日はこの辺で失礼いたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。新しいアイテムはいいなぁ、いいよなぁ、いいよなぁ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押してね。コドモスは他にも楽しい動画が